ではでは、よろしくお願いします。初手だと、やった、わーい。はいや。はい。はい。はい。早い。カフェの下の方で死んでました。カフェの下の方。出口のちょっと手前ぐらい。手前ぐらい。はい、はい。だから下に行った人が怪しいのかな。メッサン、ミュートになってますね。マイクミュートになってます。ごめんなさい。はい。はい。初動下抜け千早、後ろに赤センタンさん。センタンさん、センタンさんって言ってた自分で。なるほど。神宮寺です。初動でウェポンにいた方で、黒、青、ピンク、黄色までは確認できています。はい、緑も最速。一緒です。はい。黒、青、ピンク、で神宮寺水井、あ、黄色か、はい、双葉初手左でメッドベイやった後に停電来たので左回りで行ってました、はい、なのでまあ、怪しい位置にあります。はい、私の目線で言うと、はい、義賊さんがウェポンのタスクをやってて停電治った後ウェポンにいなかったんで行動を聞きたいです。義賊さんがウェポンにいなかったってことですか。ウェポンでタスクしてませんでした、初動。はい、それしかやってないですね。なんか その後の行動が知りたいです。あのカフェテリア通ってエレクトリカの停電直しに行ってるんだったら容疑者になるかなと思って。直しに行ってないです。それを証明できる人っていますか。ウェポンにしかいないです。えウェポンにいなかったですよ。あれ、うん、いや、いた。それ停電で見えなかっただけじゃないですか。いや、停電開けててウェポンの真ん中まで行ってます、僕は最後。うん、で俺そのタイミングでカフェの下の方を流れてるから見てなかったらちょっとおかしくないってなら。確かに義賊さん、だからちょっとカフェに移動してたかもしれないですか。いやでもガチで下の方には行ってない。言い張り方がなんかインポスターっぽくないですけどね。うん、そんな我々な嘘をつくかっていう交通量の多い場所で。プロがおる。センターさんに信用されたってことは僕知ってるですね。大丈夫かそれね。です。多分これはもう一回押すだろう。一応リアクター鳴らしとく。ナイスボタンで、ありがとうございます。ありがとうございます。はいはいはい、もう少しお話しようと思いましたので押しました。はいはい、ウェポンで畑作さん曰く義賊さんがいらっしゃらなかった他にウェポンで最後見た方っていらっしゃいますか。ウェポンにいた方もしくは通過されて義賊さんがいたかいないかの話なんですけど、畑作さんからの一方的なお話になってしまうと多分ブレが出ると思うので。俺は見てないかな。カフェの上でダウンロードやって下下がったら死体発見って感じなんで、はい、僕もウェポン通過してあのオツで神宮寺さんと被って一緒に助けやってたんで、はいはい、ちょっと見てないっすね。はい、そうですね。この動きを言っておくと、カフェテリアウェポンナビゲーションで1個タスクをやって停電になったのでウェポンの方に戻ってたところで、オツ前で神宮寺さんとグリーンカッツさんを見てます。すれ違いました。はい、じゃあ畑迫さん目線、無理ってことですか。神宮寺さんとグリーンカッツさんめちゃくちゃ初動でやってなければ多分無理だと思います。でも初動右だったわけです、ね、お二人で多分白正面できると思うんで多分無理だと思う。そうですね、メッさんとグリーンカツさんわかんないです正直。わかんないですか。俺一緒にいましたよほとんどずっと O2 の方ですよね。すいません、僕メッさんはめちゃくちゃ覚えてるんですけど。そうですね、はい、木目線神宮寺さんは不可能です。 ありがとうございます、はい、でもあれですよね、ちょうどその時停電来てましたよね。そうなんですよね。うん、畑迫さんが証明できそうですか、はい、グリーンカツさんの白を間違いないですか。グリーンカツさんと神宮寺さんが O2 にいたっていうこと。あ、間違いないです。うん、じゃあいいんじゃないですか。大丈夫そうですね。うん、なると義賊さん義賊さんもしくは、そしたらって双葉さんとかも左行ってたんですよ。そうですね、左に浮いてるのが双葉さん。それだけで俺だけになるのおかしくない。初動で下行ったのが千早さんとセンターさんだと思うんですけど、どちらが先とか後とか分かりますか。千早が先です、多分。そう、だから僕目線千早さん無理で、僕は千早さん目線可能ですね。ということですよね。センターさんの行動は一番聞いておきたいです。
はい、3名ですね。いや、ロックしない。3名なんで別にロックしないです、僕は。もう初動、もう完璧なキルじゃない？ありがとうございます、はい、すいません、まあ、疑い位置に入っているので、一応ボタンを押しておきました。ありがとうございます、はい、でも押さない方が良かったですね、私を残されますもんね。はい、すいません。いいと思います。はい、はい、一応質問を受けたので、私は初手で、アドミンの、カードスラッシュをやって、エレクトリから入ったか入ってない、え、入りました、入って、チェーンさんが直してたのを見て、そのままレポートですね。うん、一応自分視点からとタスクをしてたので、先端さんを確認できてないんですよね。はい、うん、はい、まあまあ、どっちみち多分僕の行動を詳細に言っても、多分どっちみち容疑者ではあることは変わりないので、うん、細かい、そうですよね。ということはですね、神宮寺です、すみません、整理をすると、クレイさんの殺害に関しては、浮いている双葉さんで先端さんで、ウェポンから抜けた可能性のある義賊さんで、ボスナさんのセルフということで。ああ、そうです。はい、はい、はい、はい。よろしいですか。はい。はい。承知です。これ以上は多分。出ないかな。出なさそうですね。まあでもカフェの方にね、ボスナさんもおっしゃってましたけど、カフェの方に義賊さんが行ったのであれば、ボスナさんが、うん、が見てそうです。ではありますね。そうですね。ボスナさん目線、うん、ボスナさん目線がどう見えたかですよね。まあ、義賊さんカフェで全く見かけなかったんで、ちょっと怪しいかなっていう話の食い違い。僕、停電中だったと思うんで、多分映ってないですね。そしたら。あれ、義賊さんは旅行に結局ずっといたわけじゃないんですか。似たような、ちょっとカフェテリー移動したよ。ふわふわしてるな。曖昧やな。大丈夫？あんま覚えてない。ふわふわ。ふわふわしてんな、ほんま。あのふわふわしてはいましたけど、ウェポンに立って言い張ってたのはちょっと、そうですね、それだけを含むとインポスターっぽくないけど、うん、なんか、まあ、容疑者については見えたんだったら見えなくてもしょうがないかなってちょっと思いました。うん、素晴らしい。ナイスです。まあエレクトリカル周辺で3つはすれ違ったんで、はい、まあ、死んでても絞れるかな。いやー、容疑者1だけど白いかに、いや、わかんないですよ、僕がすれ違いすぎてキルできなかったから仕方なく押した可能性が高いです。まだまだ自分からぐちゃぐちゃになっちゃう。ご自身やめて、ご自身で解説しちゃう。相方がキル取っててワンチャン下消しになればいいやみたいなボタンってるから、そうそうそう疑い出したらキリないっすね、もうね。でもありがたいボタンでさ、ありがとうございます。そうですね、うん、なんか双葉さん、まあ、なんか気になる話ですけど、双葉さんは多分なんか僕と同じ思考で動いてる感じがしました。なんか死体を探してる感じがすごい、同じとこ見てたんで、なんかあのロアエンジンの下をちょろっと見て出ていくとか、あとは畑迫さんにあのなんか守っていただきました。あ、リアクター、そうですね、あそこは私も守ってもらいました。なりましたね、双葉さんと。はい、残ってて、はい、で畑越さんが見てました。そう、ちょっと後ろで畑越さんがじーっとなんか警備員のように立っていました。何もなかったです。タスク何もなかったです。ありがたい。あ、どうしますか。力
時間余ってますけど、お日にちの話とかしてもいいですけど。義足、こう、まあ、義足、ピリ、義足さんの恋バナとかどうっすか、この余った時間。いいですね。メスさん、なんか、こういう流れで簡潔に。え、メスさん、なんて一度で来てよ、おい義足。もういいよ。メスの声、なんか、ちょっとプツしてません？ないかな。ウーさん、俺の声変。いや、なんか、いや、さっき発言したとき、なんかプツプツしてて、なんか、あ、マジっすか、おかしい。どうだろう、こっちとも普通だけどな。ここも普通なんだ。あとで、なんか一回入り直した方がいいかもしれないです。次の会議の最初にお願いします。お願いしますって言っちゃった。お願いしますよ。双葉組入り頑張りましょう。アドミンの、なんだっけ、入り口の、あの、監視カメラ映りそうなところで、緑色の畑迫さんが亡くなってました。直近まで多分僕、直近っていうか、今もちょっと来てますけど、最終、畑迫さんが生きているところを、神宮寺アドミンで見ています。俺も見てます。カメラの前で踊ってた。あ、その時、はい、セキュリティ見てたの、義足です。で、その時、ボスナと畑迫が、あのアドミン前の廊下で立ってたのを見てます。うん、はい。はい。はい、はい、はい。で、他の方の最終位置とか教えていただけますか？やっぱコミュニケーションからシールドの方を走ってってました。最終シールドついたかな？はい、最終シールドついてたと思います。はい。はい、はい、はい。最終カフェです。左から上がってきた。義足もカフェです。うん、見た。メッス最終アッパーエンジンぐらいですね。セキュリティからアッパーエンジン向かってるぐらいです。俺はカフェテリアアドミンらへんです。その中間地点ぐらいです。めちゃめちゃいるんですね。千早アドミン。すみません、瀬田さんごめんなさい。千早、はい、最終ナビゲーションこの字の2画目あたりなんですけど、はい、カッツさんいたよ、ナビゲーションの。おっと？あ、これはじゃあ多分あれです。僕の記憶力の問題です。最終1ガバが発生しました。分からない。それで弁当見ました。実は。ああ、なるほど、なるほど。ストレージのところから影で、その開閉だけが見えたので、あ、なるほど。そう、犯人はこの字あたりとか言うかなと思ってました。ああ、まさに俺になっちゃったな。か、カフェの弁当にいるか。双葉もかな。双葉も、シールドなので、その辺ですね。ああ、そうか、そうか。容疑者めっちゃいる。うん、多いな。え、誰だ？千早さんと双葉さんと？カッツくん。わかんないですけどね。他に。ガチョカット怪しい。弁当。うん。弁当中にいたらわかんないですもんね。ボスナさんと貴族さんは、もう、その弁当には入ってないのは確証できる。うん、ないから。あれ？もう先端さんはだいぶ白いから、倒しちゃって大丈夫だな。やばいやばい、1キルも取れてないのに容疑者位置に入っちゃうのもったいない。ごめんごめん双葉さん、ごめん、全然キル取れてなくて。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、8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 3、74、75、76、77、78、79、80、81、82、
1、2、3、4、5、6、7、8。ナイスカバー、ありがとう。あと2キルで終わりか。そうだよね、あと2キルで終わりだよね。双葉さんと合流して、くー、いいボタンや。うわ、いきなり。ちょっと待ってください、これ僕死体消しじゃないんです。違うんです。違うんです。俺貴族さんと動いてたから。そうなんでね、僕のボスナーほぼずっと一緒に動いてたんで、まあ死体消しじゃないっていうのを多分証明してくれると思ったんで。エレクトリカル前で2人が、うん、2人行動してるのが確認できた。そうですね、千早さんと一緒に、そうですね、貴族さん、ボスナーさんが入ってくの見ましたね、うん、はい。あ、びっくりした。すいません、なんか回線死んだ臭くてちょっと一瞬。はい、あれ、これ、死んじゃいました。ました、回線落ちなのか、どっちだ、これ。あ、死んでます、また、また、これ。あ、死んで回線落ちちゃう。ああ、なるほど。どこをどう詰め、もう入れなきゃいけない局面なんで、そうですね、詰めないと。最後にアドミンにいっぱいわっと入ったじゃないですか。はい。リアクター前ですね。で、双葉さんもセンターさんもいらっしゃった事務所。あの時に、はい、青メスさんいたんですよ。おう、そこが最終っすね、うん、目撃。一応ボタンじゃない、リアクター鳴ってる時、僕とボスナー、アドミンのとこ見てて、うん、カフェ1になってたよね。で、アッパー2とかになってたっけ。アッパー2だったかな。いや、なんかリアクターに結局2人いて、で、ドアに1人いて、で、そこに3人になってぐらいしか覚えてないかな、俺は。これ、義足さん、ボスナーさん、二郎はないですか？さっきのキルができないって話ですか？わあ、ないんじゃない。まあ、さっきのキル。あ、ボスナーさん目線はないんですけども。ああ、そうなんだ。ああ、わかんない。初手からずっと話をすれば、ボスナーさんと義足さん、二郎は全然あるとは思いますけど、ただ、どうなんだろう。まあ、ただここでボタン押すの結構疑われちゃうと思うんで、死体消しで。個人的にはそのさっきの1日前の、畑底のキルに関して、その千早さんと双葉さんがその、誰に入れますか？双葉さんに入れたい。あ、じゃあ入れます。入れます。じゃあ、次、ボスナーさん、貴族さんのもう一度ちょっと考えてもらって、お願いします。はい。はい。押します。押します。押せねえよ。なあ、ごめん。俺が今、義足さん一票入れられてなかった気がする。ごめん。あ、でも入ったか。6票入ってたもんな。はい、すいません。ありがとうございます。義足さんに入れた方、どなたですか？入れてない。新宮寺、ボスナーさんに入れてます。あ、6票入ってましたよね。なんか1票入れられなかった気するんですけど、自分入ってましたっけ。6票、6票あります。6票あります。3、3、1、2ですね。3、1、2なんで、これ義足さん隠しろじゃないですか。クルーの人が入れて、黙っとくメリットないので。うん、ね、はい、うん、じゃあ双葉さんと誰かもう一人ってことですよね。そうなりますよね、うん、そうなりますよね。3、2、1で分かれてましたよね、票。そうですね。はい、双葉さん3票、ボスナーさん1票で、義足さん2票で、ボスナーさんの1票は神宮寺です。ってなると。どこに入れたんだ、これ。不安だ。ちゃんと入れたのかな。双葉さんとのライン考えて入れてもいいし、ボスナーさんと義足さんの2郎が残ってるんだったら、どっちか落として、うん、タスクがあと、ちょっとですね。3つ、4つぐらいなんで。二郎否定しといて、うん、2キルが間に合わない時間を作ってタスク勝利でもいいし、うん、でまあ俺が人狼だったら義足さん食ってるけどずっと動いてたし。確かに、うん、だからまあそこ初日だけなんだよね、義足さん。確か怪しかったの2日目以降から、ね、何も関与してないだよね、ボスナさんが、はい、うん、まあ、アドミンタバさんで落ちてると見てこのまま進行してもいいですけどね、はい、うん、
まあ、タスクこのままに行きますか。一人でも切った方がいいと思うけどな、タスクで行くとしても。だってかしら誰切る、そしたらどうなんだろう、誰だろう誰だろう、難しい。サバさん釣り優先してる先端さんも僕はしてるだと思います。とりあえずスキップ入れます。このまま行くか、ちょっと怖いな。なんか、うん、先端さんか千早さん切っときたかったな。いや、このタスク量ならいけるんじゃないかな。はい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 、タスク残量的に2浪じゃなければいけると思う。うん、僕終わってます。でもしじぐじ残ってます。もう殺して幽霊にしてやってもらった方がいいんじゃない。なんなら一つで一つなんで。あ、そっか。はい、俺ゼロです。ゼロだから神宮寺さんが一番白いだろうから、うん、真っ白です。決めた方がいいかもしれない。なんか、なんだろう、うん、いや、初日に関してはボスナさんのリポートで義賊さんが怪しいで、双葉さんもね、一応ね、双葉さんもありました。で、2日目に関しては双葉さん、グリーンカツさん、千早さんの中で右サイドにいた方が弁当に飛んだ、先端さんの弁当云々を浸透するならばそれ、うん、っていうところで、僕先端さん白だと思ってるんですよね、正直。僕もそう思います。ボタンが結構白かった先端さん、うん、はい、なのでそうするとグリーンカツさん死んでいて双葉さん落としていて残り千早さんで、弁当の話を浸透するならばボスナさん、義賊さんはなし、うん、でただ初手切りを双葉さんがやった場合だったら辻褄は合うっていうところを考えると千早さん。なるほど、うん、俺つっとくとセーフな感じになりますか。いや、二郎ケアをするのであれば義賊さん、ボスナさんなんですよ。うん、すよね。最終盤面でお二人がいたっていう話なので、うんうん、お二人の片一方を落としておけば二郎ケアはされる。最後神宮寺さんにパッと決めてもらうとして、タスク終わってない方はどうなったんですか。はい、神宮寺です。終わってます。終わってます。終わってます。あと幽霊ですか、うん、ですかね。多分僕のメーターではないと思うので、うん、もうちょっとあると思います。幽霊だと思います。なるほど。いやでも、うん、でも千早さんな気がします。千早さん入れます。これは俺に行きますか。まあでも入れます、しょうがないか。終わってます。負けたらごめんなさい。負けたらごめんよ。誓ったらごめんよ。一郎残ります。あとは任せますよ。なんと怖、なんとやめて兄貴。あ、よかった。ジクソー、すごいね。よかった。いや、神宮寺さんと先端さんの考察えぐいっすよ。素晴らしかった。やばいな。よかった。何もしなくてもどんどん進んでいく。ね、カッパコンビだった。いやなんか、怖い怖い。なんか義賊さんの俺ウェポンにいたがすごいパッション感じて。いや、ちょっとすみません、ちょっと記憶違いだったらちょっと大変申し訳ない。やっぱインポスターの言い張り方じゃない、ないですね。そうですよね。なんかすごい、なんか動揺みじんもない。いや、いたしみたいな感じのが。これで、いや、すげえな。俺、普通に義賊さんかと思ってた。俺もちょっと。初日のは双葉さんですね。うん、そうですよ、ね。なるほど。はい、僕は双葉さんにやられました。で、その後もすぐ上からボスナーさん来て、あ、見られたかもって思ってました。うん、ああ。セーフでした。ギリギリだった。ギリギリでしたね。あ、すいません。コメントによるとですね、僕最終位置、それ、ウェポンじゃなくてカフェだったそうです。ああ。大変申し訳ございません。いや、見えないわけじゃねえか。ああ。大変申し訳ありませんでした。いや、なんかそういう感じのニアミスな気はしたんですよね。あ、なるほど。すごいなぁ。いや、これ、ね、市民だったとしても自分の行動をちゃんと覚えとかないと、もう本当にそうですよね。何も喋れなくなりそう。先端さんになんか
振られると緊張するんですよね。この盤面で5ポジ持ってくるんすねとか思って。あ、ごめんなさい。あの、いやいや、一応僕も容疑者にちゃったんで。あ、まあまあまあ、ただ僕だからセンターさん結構見てて、なんか動いてる動きはもう白かったんで、そうしたら、うん、と思って。うん、俺でもあの先端さんがこれタスク割ってないの幽霊ですかねとかって言ってて、俺ちょっとタスク割ってなくて震えてたんですけどね。つれつれっつって。いや僕じゃないです、僕ジングリさんですよ、ジングリさん。それは僕幽霊ですかね。あ、そうだそうだそうだ、僕ジングリさんもう震えてた。やべえ、俺が先輩になるの。バレてるーと思って。いや、なんか皆さんが割ってて、僕あとメッドベイのスキャンだけだったんですよ。あ、あのメーターはないんで、まあ幽霊だろうなっていう。やべえ、めちゃめちゃ焦ってましたよ。いやいや、いや、なんか、まあ、決め打った方が面白いかなと思ったんで決め打ちました。いやー、よかったっつってもらって、市民側お見事でした。二葉さんすいませんでした。いやいやいや、ありがとうございます。いいダブルキルでした、楽しかったです。いやー、すごかったですね。ダブルキルは良かったですね。神フォローでした、二葉さんの。ありがとうございました。惜しかったですね、ボタンなければワンチャンいけましたね。ねー、うん、ご自宅さんのボタンに殺されました。そうですね、あのボタンでもうほぼほぼ積んでした。僕の時のボタンですか。ベトフタバです。ああ、その時の容疑者がもう二郎だったんですね。そうなんですね、たまたまいちゃって、千早さんがそこ入ってくるのすごいなと思って、ちゃんとフタバさんが自分が容疑者ですって言って入ってったから。ああ、まあそうですね、まあ、ただお城なんだろうなと思っちゃいましたあれ。うん、広げたらね、もう土壇場の先端さんのフタバさん入れたいなで、ファッとフタバさんに入ったの。いやー、ボスナさんに入れればよかった。もうノールックスルーパスが出たみたいな感じだった。顔面ぶつかりましたよ、そのボールが。反応できずに。すごい、すごいキラパスでたんで、うおと思って。決め打ちは見事でしたね。あれ、あ、僕は多分あれが全てだと思ってる。センターさんのフタバさん、ツルが全てだと思ってる。そうですね、もうそうなった時点でもう千早さん難しいですもんね。いやー、素晴らしかったですね。あと義賊さん、え、あれ僕なんかウェイティングフォーホストになってるんですけど、え、なんでだ。マジか。多分入り直しをしてもらえると。もう一回押します。あ、来た。すいません、もしちょっとこれで何回か俺がなんだろう間違えちゃったら、ちょっと今日は抜けます。ちょっと迷惑かかっちゃうんで。了解です。しなくていいんだよ。うん、いや、ちょっとゲーム止めるのはちょっとなと思って。こんな悲しい声しないでくださいよ。かけていない。気楽に行きましょう。あれもう死んでからのだったんで、多分全然問題ない。じゃあ僕はちょっと早めに殺してください。大丈夫ですよ。そんな。大丈夫です。いや、申し訳ない。ただちょっと、持続がぶち切れる可能性あるんで、ちょっとそれだけ。はい。そうですね。さん怖いんだね。メッセなんだ、義賊。こういう場合、拾えなくて申し訳ありませんでした。いやいや、許さない。義賊さん、あれ、尺伸ばしてんのかと思ってましたよ。うん。ってのかと思ってました。ガチで本当に聞こえてなかった。あ、それは入り直し、大丈夫ですか。ちょっと僕、じゃあ入り直します。はい。了解でーす。俺の声今大丈夫です？はい、全然、はい、大丈夫です。あ、オッケー、クリアです。あ、さっきも聞こえてますけどね。はい、たまたま被っちゃったのかな。あ、そうですね、音量の問題とかですかね。